どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、大先輩、人生の大先輩、まあ簡単に言うとおじいちゃんおばあちゃんに弾いてもらいたい、歌ってもらいたい曲をやりたいと思います。珠玉のヴィンテージソング、星影のワルツ、千正夫さんのあの名曲を簡単バージョンでやりますよ。はい、いつものように2バージョンなんですけど、最初の初心者バージョンやって、後でちょっとかっこいいバージョン。最初の初心者バージョンではコード4つです。超ウルトラ入門コード CFG7Am で星影のワルツ、ゆっくりやりましょう。後半はちょっとアルペジオを混ぜて雰囲気が出るようにやります。この曲でですね、皆さんウクレレでデビューいかがですかね。本当に入門コードでできます。この曲は皆さんも音楽聴くのいいですけどね、やるのがいいんですよ。歌うのもいいけど、弾きながら歌うのもまたさらに楽しい。ぜひウクレレ始めてもらいたいです。あらゆる世代の人、おじいちゃんおばあちゃんでももちろんできますよ。で、娘さんがおじいちゃんおばあちゃんに教えてあげるっていうのも、これも面白いと思いますね。こういうことでどん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 音楽を自分でこうクリエイトする。英語が出ちゃいました。クリエイト。こういうのやってみてまた面白いと思うんで、ぜひ始めていただきたいです。で、ウクレレ以外の弦は難しいっていうか、奥が深いというか難しいんですけど、ウクレレはね、簡単なんですよ。弦が4本しかなくてちっちゃいからね、もういつでもこう、体の近くに置いておけるし、ただし、奥もしっかり深いので、ずっと続けられる、趣味というか、パートナーになると思います。ぜひ始めてください。で、どうしたら始められるか。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん上達できます。今ここにリンクがあるんですけど、ここクリックしてて、その先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、上から順番に解説動画を見ていくだけで、あれ弾けちゃったってなりますからね。皆さんここリンク行ってくださいよ。初心者レッスンはここクリック、いってらっしゃい、勝ち。はい、いってらっしゃい。はい、そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンル。もうもちろん懐かしの昭和歌謡曲もいっぱいありますからね。あとは洋楽もあるし、最新 J-POP もアニメソングもいっぱいあります。もう650曲以上。ぜひ皆さん、それ全部ウクレレ、簡単ウクレレレッスン動画ですからね。ぜひ皆さん始めてください。これは楽しいですからね。さあさあ早速やってみましょう。まずはコード4つで初心者様向け超簡単バージョン、星影のワルツなんですが、この曲3拍子です。3拍子。3拍子っていうのは、いつもですね、これ見てください。こうスラッシュとスラッシュの間に C って1個書いてでしょ。この間に4回弾いてくれってことを4分の4拍子でやってるんですけど、3拍子の場合は、ここの間に3回です。C って書いてあったら、この1ブロックで1、2、3と弾いていきます。これが3拍子。はい、まず最初にこれを前提として置いといてもらって、イントロのメロディーはこのカズーという楽器なんですけど、私がガズなんでこれガズーって呼んでます。これでいきたいと思います。これは笛みたいに見えるんですけど、空気を吹き込むだけで音が出なくて、うーとかあーとか言って声を響かせるんですよね。いいですか。ほら音出ない。うあーって言います。うーって今言ってるんです。うーこうやって響かせる。これ超簡単、世界一簡単な楽器です。これガズレレバージョンも販売してますんでね。後でホームページでご案内します。じゃあこれを使ってイントロメロディー吹いていきます。では、星影のワルツ、初心者様向け超簡単版ガズレレ流、やってみます。ワン、ツー、スリー。
まずは超簡単シンプル簡単バージョンやってみました。今の1番だけやりました。後半は2番までやろうと思うんですけれども、どうですか？雰囲気いいですよね。なんか気持ちが入っちゃいますね。皆さんもぜひ、気持ちよく歌ってくださいね。で、これ、動画内のテロップ見ていただくのももちろんいいんですけれども、自分でこのようにノートに書いて、そのノートを見ながら歌ってください。そうするとすごく、ノートに書くことで頭に入るし、その自分のテンポとかその感覚でできると思いますので、ぜひやってみてもらいたいんですけど、一応見るときに、これね、3拍子です。ワンブロックに3回弾く3拍子、この曲に関しては。普段は4回ですよ。4分の1拍子。この曲は3拍子ですからね。はい。で、ガズレレのこのノートの見方、下でくくってるやつはこれからやるかっこいいバージョンなんで、後半ではここに Am、Am、C で3回、最後だけ C 弾き、こういう感じで。今やったのは全部上の段ですからね。はい、じゃあここから見ていきましょう。まず A メロ、イントロから A メロの最初の。コードはすごいシンプルですね。コード4つだもん、だって入門コード。はい。一時停止でメモれるかな。はい。じゃあ1番丸々、ここまでだね。今はこれ、ここまでやりましたね。ここまでね。はい。で、これから後半のかっこいいバージョンでは全く同じコード進行で2番やりますが、ちょっとスペースがなくなっちゃったんで、これ省略バージョンですけど、同じこと書いてます。これはだから1番をメモってもらって、歌詞を書き換えるだけでできますんで、まあ参考程度にということで。じゃあちょっとコードを見ていきましょうか。今やった簡単バージョンは C と Am と F と G7 という4つのコード。これはウクレレ習った初日に覚える4つですからね。C と F と G7 と、うん。はい。で、後半のかっこいいバージョンでは Dm っていうコードに置き換わるところが出てきます。で、このC と Am、F、Dm、G7。この5個。これはですね、もう本当に最初の入門コードなんですよ。なんで、ぜひ皆さんこれマスターしてください。もしコードのこと、もうちょっと分かりたいなという方、はい、これ。これはガズレレ必須コードというコードの8個のコードのグループなんですけど、8個のコード。このコードをまず最優先で覚えてください。まあもちろんこの5つ覚えてりゃもうこれでもだいぶいいですけど、このガズレレ必須コードっていうのはですね、コードは星の数ほどあるんですけど、優先順位があって一番最初に覚えてもらいたいコードです。特にこのガズレレで今動画見てる YouTube で、一緒に動画と合わせながら弾こうと思う方はこれはもう必須です。覚えてください。それをね、やっぱりね、楽しく覚えないといけない。楽しく覚えるための私が昔撮ったかっこいいじゃねえ、楽しいだ。楽しい動画。ここに貼っときます。ここをクリックするとその動画に飛びますんで、ここで楽しくコードの勉強をしてください。8個のガズレレ必須コードはマスターしてください。まあでも今日は気楽にこの4つでできますからね、4つ5つで。はい。で、こういうこと。じゃあこれからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。はい。かっこいいバージョンだよね。見て。三拍子のアルペジオっていうことをやろうと思います。で、これなんじゃらほいって言うか、こういう風に進んですけど、これね、弦の数字です。フレットじゃないです。1弦と4弦を同時に弾いて、次3弦弾いて、2弦、3弦、1弦、3弦。これ同じこと書いてありますけど、これちょっと見て。1、4は同時に弾く。3、2、3、1、3です。これで、タン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 。タン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 っていう感じですね。これちょっとやってみましょう。まず基本の的なこと。こっちが1弦ですよ。1弦、2弦、3弦、4弦。なんで、まあ、じゃあ C を押さえます。1弦と4弦を同時に弾く。パン。次3弦。次2弦。次3弦。次1弦。これを繰り返す。タン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 。タン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 。これが基本の3拍子のアルペジオ。はい。その参考になるように、この数字をメモってもらいたい。1、4、3、2、3。これ1と4は同時に弾くんだからね。1弦と4弦同時に弾いて、3弦、2弦、3弦、1弦、3弦。てん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 、てんてんてん。これを基本でやってみようと思います。で、今のを基本にしてるんですけど、たまに、てん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 、じゃーん、てん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 、じゃーんって伸ばしたりとか、臨機応変にアレンジしてますんで、動画内でちょっとよく注意して見といてくださいね。で、さっきもちょっとコードを書いた時に見たんですけど、この3つ、三拍子なんで、こういう風にコード進行が変わるところがちょっと出てきて、ここで Dm 登場しますからね。はい、この辺がちょっとポイントかな。はい、さっきのちょっと違うところ。はい、じゃあこの辺を踏まえながらですね、三拍子のアルペジオバージョンで。アルペジオのこと、基本的なアルペジオちょっと知っとこうか。アルペジオ。これ分散音の弾き方なんですけど、もし興味ある方、ここで練習してください。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、アルペジオ、っていうのを探してもらって、基本の動作を覚えてからこれやってみてくださいね。じゃあそれではかっこいいバージョン星影のワルツやってみる。1、2、3。別れる
雨、別れに星影のワルツを歌おう。冷たい心じゃないんだよ、冷たい心じゃないんだよ。今でも好きだ、死ぬほどに。2番いきます。一緒になれる幸せを二人で夢見た微笑んだ、別れに星影のワルツ歌おう。あんなに愛した仲なのに、あんなに愛した仲なのに、涙が滲む夜の窓。せーの、じゃじゃん。はい、心を込めてかっこいいバージョンやってみました。あ、いいですね、これ。ゆっくりとこう歌いたい、はい、夜に歌いたい。で、星かけたもんね、夜空で、星空で歌えたらいいですよね、皆さん、はい、今冬なんでね、星綺麗だと思いますから、はい、心込めてやってみましょう。あ、世代を超えてね、音楽楽しむ、こういうのもまたね、素晴らしいと思いますよ。皆さん、コードは簡単でしょ。まあ、アルペジオにあんまり気を取られないようにしてくださいよ。あの、雰囲気で重視でいいですからね、歌の世界観。どんどん音楽やりましょう。よろしくお願いします。じゃあ、ご案内どうぞ。ホームページ、どんご覧になってくださいませ。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。はい、2019年、いよいよいろんなことが始まりますよ。まず今年第一発、まずこの CD をね、まず出してる、これガズさんの CD なんですけど、2枚組で、1枚は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン用 CD。 これ深いですよ、これ面白いです。 CD に関する情報すべてここにリンク貼っておきます。この CD、ぜひゲットしてください。9曲あるんですけど、覚えてもらってどうするか、イベントで一緒に歌いましょう。練習しておいてください。で、さっきの CD のところに、全部無料公開で、音源全公開で、レッスン動画も上がってますから、はい、どこで目標をどこに定める、9月1日に2019年9月1日の日比谷野音でガズレレ、ここに向けてます。ここでこの9曲できればやりたい。さあ、それに向けてイベントどんどんやっていきますよ。1月17日はその先ほどの CD、 ガズの CD、 レッツゴー最高、タワーレコードインストアイベント、タワーレコード新宿店ですよ、はい、19時から1月17日待ってます。ウクレレ持って皆さん駆けつけてください。仕事帰りお願いします。はい、そのちょっと1月19日今年初の大イベント、ガズレレ大イベントは大阪から始まります。大阪花博、花博記念ホール待ってます。翌日1月20日は名古屋スーパードライ名古屋、すごいですね、はい、この1月19、20はガズレレ歌本ボリューム5の先行発売です。よろしくお願いします。じゃあ、どんどんイベントインフォメーションしましょう。最新情報、1月じゃね、2月の16日は広島行きます、初登場。2月の17日は博多、初めての場所。皆さん、お一人様でも大歓迎ですよ。お一人様ね、全然大丈夫ですね。お仲間もちろん大歓迎、いっぱい話して一緒にバイバイしましょう。待ってます、お願いします。さっきも言ったんですけど、9月1日は日比谷の野音、ちょっとスケジュールを押さえてください。よろしくお願いします。はい、そんなことで2019年もモリモリやっていきます。皆さん、くれるでバイバイやりましょう。音楽は聴くの最高だけど、やるのもっと最高。これが合言葉です。どんどん弾ける方教えてあげてくださいね。さよなら、バイバイ、よし。